去年6月に人気シェフの鳥羽周作氏45とのダブル不倫が報じられ、無期限の活動停止処分を受けた女優の広末涼子43が所属していた芸能事務所フラームから26年間交代し独立することを発表しました。彼女は個人事務所株式会社 RH を設立し、近く芸能活動を再開する予定です。広末はすでに親交のある複数の芸能関係者に独立を伝え、活動再開への意欲を示しています。彼女の演技力と人気は高く評価されており、映画や舞台、配信ドラマでの活動が期待されています。また広末と鳥羽氏の関係も注目されています。今までずっと事務所が尻拭いしてたっぽいけど、尻拭いする人がいない広末さんを起用するのはかなりリスキーそうだから、大きな仕事は入りにくそう。事実は知らないけど、違約金を払おうとしなかったなんて報道もあるし、キャンドルさんの言っていた定期的に情緒不安定になる話は信憑性があって、今後も何しでかすかわからないし、フラームは今までよくフォローして会社についても円満だよという雰囲気でコメントを出し、ちゃんとした会社なんだな。フォローしてくれる人を失った広末さん、今更よき母アピールもできず、お母さん役にしてはまだ若く見えるし、これからは何でもやりますみたいな売り方していくのかな。あがすごく強い人なんだろうね。何が何でも押し通す、言ったら聞かないというか、事務所もわかってるだろうし、多分家族も鳥羽さんと再婚とか記事も出てたけどね。別にこの人の不倫なんてどうでもいいけど、一連の報道が真実かどうかは別として、この人の人間性みたいなの見えちゃって、なんかなとは思う。いい作品に恵まれるといいですね。営業的なこともしなくてはダメだと思うけど、頭を下げられるのか。広末涼子さんは騒動の際の記事だと、フラームには広末涼子さん以外にも著名な女優さんが複数人いたのに、自身の個人事務所って感覚が抜けなかったわけでしょ。独立して誰もいない方がやりやすいって部分はあると思うけど、若い頃から芸能界の第一線で活躍したってプライドをある程度でも捨てて切れるのか。女優さんってすごいと思う。あれだけのことがあっても表に出ようと動いて前を向いている。独立して会社名も自分のイニシャル他にできることがないのかもしれないけども、やっぱり肝が据わってるというか、強靭なメンタル。結果良かったのでは、後ろ盾は何もなくなるけど、仕事は来ると思うし、今すぐには CM や良妻賢母の役など綺麗な仕事は来ないかもしれないけど、今までやりたくてもやれなかったいろんな仕事ができそうだ。そのたくましさ、精神的な強さが私にはゼロなので、すごいなと思う。やはりたくましい人はたくましいのだ。元気な人は元気なのだ。羨ましい。W 不倫のイメージがついてしまったから、テレビなどのスポンサー企業としては使いづらい。それでもいろいろな仕事を持ってくるのが事務所の手腕、力量でもある。個人事務所だと収入の総取りができて、社員などの人件費なども抑えることもできるが、自分で仕事を持ってこれるのだろうかは疑問がありますよね。自らが招いたことでもあるので全く同情はできませんが、自分で決めたのなら頑張ってほしいものですね。今日16日金曜日は日中は太平洋側を中心に晴れるところが多いが、北寄りの風が強く吹きそうだ。昨日は各地で平年を大きく上回る暖かさとなったが、今日は気温が大幅に下がるところが多い見込み。晴れても風が冷たい風冷えの一日となりそうだ。自分が悪いことをしたと理解して本気で反省しているなら、こういった行動には出ないと思う。悪いことをしていない、なんで謹慎しないといけないのかという気持ちがあるから、このような行動に出たんでしょう。不倫が良い悪いはその人の倫理観や常識の問題なので、人によって捉え方が違うってことはあるね。不倫は文化って言ってた人もいるし、一般人でも不倫したり愛人作ってる人は山ほどいるわけだし、二人の世界で好き勝手やったら良い。これ以上周りを巻き込まないように。結局彼女に今後スポンサーがつくかどうかですよね。清純派から反対側への墜落でダメージは限りなく大きい。篠田さんみたいに逆に振り切った役なら需要はあるかもしれませんが、彼女も沢尻さんのように一発で終わりそうな気もします。何より今回情緒不安定で過去にいろいろあったことが明るみに出たので、スポンサーとしてはいつ爆発するかわからない時限爆弾をわざわざ購入し、
懐に抱え込むようなもの。しかも今後は爆弾処理班だった事務所もなくなる。限りなく難しいと思いますわね。人の幸せはいろんな形があると思うんだけど、メディアに出て色眼鏡で見られるより芸能界から引退して個人的に好きなことした方がいいと思うんだけどな。やはり芸能界はそんなに美味しいところなんだろうね。親権を持つ親としていずれことも顛末を子供が知る。わずか数ヶ月で表舞台に立とうとする。話題性で仕事が入っても経営者としてマネージメントに問題が生じる。シェフと再婚しても現状から見て相手が誰であれ問題行動は起こすだろう。守るべきものが子であり自己顕示欲が強いうちはわからない。危ういのが魅力だが親として責任だけは取る。子は母が救いであり愛情も欲しいはずである。この人にしても熊田曜子や篠田麻里子らにしてもみんなすごいね。この程度のスキャンダルなんてへとも思わず、スキャンダルのうちに入らないのかもしれないな。まあこのくらいの強靭な精神力でないと生き残ってなんかいけない世界なんだろうな。彼女の人生だし、子供さんもいるなら頑張らなきゃならないし、独立して再活動も良いのかなと思う。賛否両論だろうけど、キャンドルさんの発言も鳥羽さんの言動もあまり共感はできなかったのだが、広末さんって自分の周りにいないような癖のある人を好きになるのかな、そんなイメージ。昔からすごく透明感じある見た目と声が好きでした。噂も若い頃からいろいろあるけど、なんだかんだと絶えずずっと出続けてたのは事務所かなり頑張ってたんだろうか。今から正念場ですね。次漫画一度カンと何かやらかしたら一気にお仕事がなくなってしまいそうです。実生活は魔性の女なんだろうけど、イメージがなかった分食らったダメージが大きいと思う。不倫も離婚も本人たちが納得しているなら周りがいろいろ言うことはできないとは思う。けれど自分は自分の恋愛を優先しがちな彼女に母親として違和感あるし、突発的に爆発しやすい印象を受けてしまい、前よりイメージ悪いし、しばらく見なくていいかなと。静かに死んだんだと暮らせばいいのに。才能はあるのかもしれないけど、仕事ってそれだけではやっていけないのが現実では、芸能界ではがままが通るのも疑問。フラームの社長とは10代から25年以上二人三脚で歩んできたが、昨年6月の不倫騒動で亀裂が明らかになった。騒動の渦中にあった広末は週刊文春の記者の携帯電話に直接連絡、お話ししたいことがありますと切り出し、社長への恩義をにじませつつも裏切られ続けてきて、前回の記事の返事にしても私の考えとは違うものを出されてしまったと事務所への不満を打ち明けていた。また独立することでお互いに独身となり、支障がなくなった広末と鳥羽氏の関係も注目されそうだ。話題豊富で商品需要はあります。なかなかしたたか人ですね。これまでいろんな噂があったけど、それで与太図仕事があったのは絶対事務所のおかげだった。今回の騒動で所属している女優さんたちが広末さんの穴埋めをしてきた。それを理解しているのだろうか。ドラマや CM はスポンサーさんありきです。こんな彼女に仕事をオファーするところがあるでしょうね。地上波は厳しいよね。そこまで倫理派かと言われるとそうでもないし、良い母のイメージも完全に崩れたしね。事務所に何かしら不満はあったんやろうけども、この人を守ってきた関係者も少なからずいたやろうに、そういった苦労も知ってか知らず悲しょでもあるが、この人個人にそこまでできる力量ないような気もするけどね。昔からいろいろあっても立ち上がってきた広末さん、本当に無敵ですごいな。私にはどんな役を演じてもみんな同じに見えてしまうんだけど、今まで人気も需要もあった何かを持っている人なんだろう。でも改めてヤバい人と知れ渡った今、オファーは来るのだろうか。別に犯罪を犯したわけじゃないから、一般人が許す許さないとかないと思う。ただ人気商売だから印象悪くすると仕事があるのかな。逆に印象いいと CM とか楽な仕事で大金が入ってくるみたいですね。イメージが覆ったような不倫問題もさることながら、事務所があれこれ尻拭いしていた問題行動の多い女性だったことの方が今後の活動に支障があるのではないかと思う。仕事を受けたとしても果たして完遂してもらえるのかとか使いづらいように感じる。イメージが覆ったような不倫問題もさることながら、
事務所があれこれ尻拭いしていた問題行動の多い女性だったことの方が今後の活動に支障があるのではないかと思う。仕事を受けたとしても果たして完遂してもらえるのかとか使いづらいように感じる。別に犯罪を犯したわけじゃないから一般人が許す許さないとかないと思う。ただ人気商売だから印象悪くすると仕事があるのかな。逆に印象いいと CM とか楽な仕事で大金が入ってくるみたいですね。これまでの積み重ねがあってもイメージが悪化すればあっという間に崩れ去ってしまうのが芸能界。果たして今の彼女に需要があるのかどうかは疑問である。これまでの稼ぎできちんと貯蓄していれば最後まで不自由なく暮らせるほどの蓄えはあるはずなので、芸能界にこだわる必要もそこまでない。犯罪じゃなくても不倫はしてはならないことです。まして子供がいるならなおさら孤立して復帰しても周りからの信用が回復なんぞ無理じゃないって思いますが、広末さんだけじゃないがね。一般人でも大事なものを失うと結局本人が一番リスクを背負う羽目になるときついけど、テレビって老若男女が見るものだから地上は復帰はなかなか厳しいのかも。何でもござれだったらいけるかもしれないけど、私は基本的に広末さんは好きなので若い頃からドラマもよく見てました。ただ役によっては私生活の奔放さがちらつくと不利になることもあるだろうから、それはそれで頑張ってください。と言ってもエージェント契約みたいな形でフォローしてもらう仲間ね。スキャンダル持ちのタレントが営業するって相当大変だろうしね。まあ広末涼子は世代だから好きな女優だし頑張ってもらえればと思う。独立するのは個人の自由だけど、前の事務所もかばいきれなかったし、タレントさんの将来性を考えての判断だったのかな。テレビはスポンサーが NG を出すケースは多い。企業イメージを下げたくないし、つまらないことで炎上もしたいないし、独立して仕事が入るのかはわからないな。経営や営業ができるのかって声もあるけど、そんな他人の心配よりもそう決めたんだ、頑張ってくださいって感じです。仕事の規模の代償はあるけど、新しいこと始めるのは大変なるようになる。簡単なことじゃないけど、うまくいくに越したことないし、うまくいかないなら何か考えればいい。広末さんがデビューした当時からファンでした。当時は今のようにインターネットがまだ普及しておらず、たまたま見つけた新聞の隅っこに書いてあった1ショートトーンライブにもなけなしのお小遣いを払い参戦していました。今でこそ女優さんですが、当時はアイドルで CM 女王を争うほどの人気がありました。いろいろなことがテレビで報道され、正直ショックな面もありましたが、私は変わらずファンでありたいと思います。歌いや演技に魅了され、私はたくさん元気をもらいました。演技が云々より先にあのシェフの顔が浮かぶんだよね。女優復帰するとしてももう酔いつま酔い母役は無理があるだろうし、独身役も奔放なイメージついちゃってるし、プライベートのインパクト強すぎて役に投影して見られそうもない。何よりあんまり見たくない。演技が云々より先にあのシェフの顔が浮かぶんだよね。女優復帰するとしてももう酔いつま酔い母役は無理があるだろうし、独身役も奔放なイメージついちゃってるし、プライベートのインパクト強すぎて役に投影して見られそうもない。何よりあんまり見たくない。相手にセクハラしたわけじゃないし、犯罪ではないし、長年続けたわけでもなく、家庭もすでに壊れていて同意の上なら芸能界的にはセーフだよね。なぜ芸人が不倫で休んだら頑張れ応援しているで、女優が不倫したらダメなんだ。どっちもダメ、許さない、復帰するなならまだわかるけど、母親である女性の不倫に厳しすぎでは。大丈夫なのかな。ご自身の行動で最終的には独立、そして個人事務所設立なのだろうけど、業界的にはウェイ感は拭えないのと、そもそも今広末さんのニーズがあるのかスポンサー絡みでも厳しいと感じますが、ここからの芸能活動は厳しいと思います。違約金は広末側が支払い、芸能活動するであれば少しはドラマなどのメディア活動できると思うけど、
利益金未払い出す芸能活動を始める。メディア活動厳しいと思うんですか？会社と合意の上での退職であれば外野が何言っても意味ない。事実は当人たちしかわからない。あとは独立後の広末さんのタレント力がどうなのかという話だが、10代から見てる者の一意見としては全く問題ないというか、普通に今後も活躍していくだろうなと思う。広末さんの不倫がこれだけ叩かれて、手紙を流出させた人間が何の罪にも問われない世の中は異常だと思う。人は誰しも個人的な生活や情報について一定の保護を受ける権利を持てるべきで、それをあからさまに公に流出させる人も相応の報いを受ける世の中であってほしい。